どうも、ユーキングです。本日、あと8分で3月12日になってしまうんですけども、今日3月11日は、阪神じゃなくて、東日本大震災があった日ですね。あれから4年ですね。早いというか遅いというか、もう4年と言っていいのか、まだ4年って言っていいのか、ちょっと複雑みたいな感じなんですけども。で、当時僕は、東日本大震災があった日は、中学校の卒業式で帰ってきて、で、お母さんに「お母さん、飯ある、お腹すいた」って言って席に着いたんですね、テレビ見ながら。で、今ちょっとご飯できてないから後でやるからパンでもちょっと食べときって言われて、パンを食べてて、ほんじゃ縦揺れかな、縦揺れでドーンってね、お尻をボーンってやられて、なんやこれみたいな。ほんじゃニュース速報っていうので、皆さんが見られた津波がバーッと来て、もうあの時はね、ものすごいっていうか、もう想像を絶する感じの地震というか津波でしたね。で、その時僕は、ご飯っていうかパンを食べてて、で、お母さんと、もう「みたいな、すごいな」みたいな、「どないなってんのこれ」みたいな。なっててですね、それでちょっと、忘れられないというか、僕は一番忘れられないですね、卒業式とかぶったというか。そうですね、その時に卒業式が終わってなかったら、多分みんな多分騒いでたのかなとか思うんですけど、はい。でですね、今日は何をしたいかというと、東日本大震災があった日、もう今か、あれから4年、どうですかね、復興はしてないですよね、全然ね。復興というか、復興の負の字も言ってないちゃうんかなって僕はテレビとか見て思うんですけど。で、ね、今被災者とか被災者の人らとか、仮設住宅とかに住んでる人が今22万人いるみたいなんですよ。それをね、一時的に京都とか大阪とかそういうところとかにちょっと来てもらって、で、ちょっと住んでもらって、ちょっと落ち着いたら、ね、仮設住宅じゃなくて、普通に大阪やったら大阪の市営とか、大阪の府営とか、京都の府営とか、京都の市営とかの、いろいろな都道府県のそういうマンションとかを、そういう人らに当ててしたら、僕は多分いいんじゃないかなって、とは思うんですよ。で、なぜそう思うかというと、以前、20年ほど前になるんですけども、僕がまだお腹のお母さんのお腹の中にいる時に、阪神・淡路大震災という、神戸がもうぐっちゃぐちゃになった地震が
1995年の1月17日にあったんですけど、その時はあの東北のヒトラーとかそういう言った関西とかより上の地域の方が支援とかしてくださって、今僕らはこういうふうに近畿とか関西であの住んでるんですけど、多分あれがなかったらもうちょっとかかってたかなって思うんで、でなのでまあこれをまあ誰が見てるかわからないですけど、まあそういう市とか府とかの府とか県とかのお偉いさんが見てたら、あのちょっと僕の声をちょっと生かしてほしいなと思います。でですね、亡くなった方とかはね、死にたくて死んでるわけじゃないので、今生きてる自分に何ができるかを精一杯考えていきたいと思います。まあ僕はこの動画とか、あとは僕の夢である歌でテレビに出て東北の皆さんに元気を与えたりとか、この YouTube で東北の方が見ていただけてたらこれで元気を与えれたらなとか思います。なので皆さんも東北の支援、まあ10円とか1円とかの募金でもいいじゃないですか。それが1円で100人やったら100円貯まりますし、10円で100円やったら1000円貯まりますし、100円やったら1万円貯まりますし、その積み重ね積み重ねっていうのがあのその復興っていうことにつながっていくと思うんです。なのでまあこれらこれからもまあ絆って言ってますけど、どこに絆があるんやろうって僕は最近思います。もうここ2年ぐらい思います。はい。で今日まあ紹介しようかなと思ってたの、あちょうど今3月12日になったんですけども、多分ヤフーで多分いろいろな YouTuber さんとかが多分取り上げてると思うんですけど、ヤフーで 3.11 と検索したら、この携帯端末とかじゃなくてその募金活動のところから10円募金できると。でこの言ったら 3. こういうふうに、あれ3.11 動画とか 3.11 というフレーズをこの Yahoo に打つと、あれ待ってくださいね。3.11 と入力してこれで検索、なんで検索できるの、これなんでや、
もう終わってるみたいですね。なんか、終わってるみたいなんですよね。すいません、終わってました。多分3.11の日にしかできないことかと思うので、これからこういうね、来年とか再来年とかあったら、またこれで紹介していきたいです。はい。ね、もう10分、少々、10分、11分ぐらいか。11分ぐらいになってしまったので、まあ、ここで終わりたいと思います。これからも、ね、支援っていう形というか、形でなく支援ができればいいなとは僕は思います。なので、これからも東北の皆さんのために、僕のために 精一杯頑張りますので、これからもよろしくお願いします。サブスクライブ、ユーキングでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。サブスクライブ、ユーキングでした。じゃあまたの動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。